今回のミスパー、この番組って次回の見どころみたいなの出るじゃないですか。あれね、僕このままジャグラー受けたらジャグラーになるんですよ。おあれあれ、スロドキの歴史にまた1ページ。はい、時間を終わります。はい、どうですか前半戦は。僕知ってます、北斗とも打ったんですよ。知ってるよ、知ってます、話してたから朝。あの4回初当たり引きまして、ターン、はい、ターン、ターン、ターンで終わったと。でもまあ挙動良くないんで、まあ今ちょっとオールかもしれないっていう状況の絆、はい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 、で空き台あったんで、うん、最後のそれで打ってる状況で、うん、まあまあ、今ホールさん見ると、まあ、AT、ART よりは、うん、よりかは A タイプの方が強く見えてるんで、はい、そうね、 A タイプ昨日から強いデータだし、アイムとか、まあ、1階と2階あるけど、うん、2階のハイスペックジャグラーの方でも未だに子役カウントしながら粘ってるお客さんも結構いるん で、ね、うん、で今小田さん地獄少女打ってるでしょ。僕そうです、ね、今どんな感じ、まあ、一応判別してる最中という感じではあるじゃないですか。はい、天井行ったけど知ってるやないかわざわざ言わすなよでも今まだまだ ART 中でしょ。今 ART やっと900ゲームぐらいでいけて、いけてで、とりあえずボーナス一発絡みたんですよ。あ、で上乗せ60ゲームぐらいして、残りが多分80ゲームぐらいかな、うん、だからこっからまあ2000枚ぐらいは出るかなっていう感じ。じゃあそこは出しても今日は終わりかなみたいなそうなればいいんだけどもただ、うん、まあ、今終わったとしたら、あれモード示唆とかあるじゃないですか、あります、ね、コスプレによって。ありますあります。それが一切なかったんですけど、だからもしかしたら天国じゃないかもしれないんですけど、とりあえず一応は終わって、まあ、100天国だけ回して次どうしようかっていう感じですね。でも、もう見た感じ的に僕が絆ダメだったとしても、はい、もう A タイプしか考えてないんですよ。もうジャグラーか花火、うん、もうこの2択しかないんで。 A タイプ強いね、ほんと A タイプもほんと強いんで、まあ、もし絆がね前代系やったらね、僕はあれ終わったらいければいいですけど、極端に強い台がやっぱり数台で弱い台もあるんですよ、うん、なので、ね、なんとも言えない状況なんで、うん、まあ自分島にいるんで、まあ絆は僕が見る感じにして、うん、まあ小太郎さんはまあその地獄少女でドーンつってもうね地獄に流されましたからね完全に今、ね、天国にこ う這い上がってる途中なんでまあ出玉出せるようにね、とりあえず後半で。後半はダメだった場合は A タイプですか、うん、もし視野に入れて、まあもし今から多分設定判別していくってなるとまたちょっとリスクはなるんで、まあ、ゾーン狙い天井狙いとかもできる台があれば、あれば、まあ、ちょっと臨機応変に立ち回っていこうかなっていう感じですね。じゃあそんな感じで後半戦もいきましょう。はい、はい、頑張りましょう。はい、頑張ります。何様、まあ、時間自体がもうそこまでないので、まあこの1台を判別できるかどうかわからないんですよ。なのでまあもう状況っすね。まあ、ちょっとでも弱かったら時間考えながら A タイプっていうのがもうメインになってくるんじゃないかなと思ってます。149ゲームチャンスリプレイ、野獣丸殿、土産を買ってきたトータルビー、野獣丸殿、土産を買ってきたぜトータルビー、野獣丸殿、値上げを買ってきたぜ。154ゲーム発展、156ゲーム BC、 マジリスクチャンス確定、ようやくだ、マジリスクチャンス、出ましたね。まあチャンスリプレイ出るんで、まあ何で当たったか分かんないです。今は多分定額
よくても高額での BC だったんで。まあ、初当たり自体はね、素晴らしくいいですね。朝一が4、その後11。一つ目は広角がなし。外すんじゃない？まあ、OK。総司総殺。もしかしたら、まあ、継続してないかもしれないですね。さっきも BC 当てて継続しなかったんですよ。ってなってくるとここでストップだったら継続しないと低継続、継続率が悪いとってなってきて、ハザードリが軽いと偶数挙動の下の設定とかっていうのも考えられるんで、まあ、本当に2と4は継続率全然良くないんでね。では後半戦、地獄に流された諭吉を取り戻しに行きたいと思います。残り3ゲームです。終わらしたくない、終わらしたくないですよ。もっぺん上乗せよう。はい、トータルが150ゲーム521枚でした。まあ、まだ終わりじゃないんで、午前0時引き戻しゾーンです。たまに引き戻します。あ、終わるかも。まあね、こんなもんですね。まあ、とりあえず天国分は1回は様子見たいと思うんで回していきます。まあ、まだ天国いるかもしれないね。最高の地獄少女1030ゲーム通常時回して、まあ、初当たり1回と、まあ、何もいいところがないので、これはここで見切りつけて他に移動したいと思います。では本日3代目ニューアイムジャグラー1700回転でビッグ4のレギュラー級、レギュラーだけなら200分の1を切ってる台。まあ、本当ね、ジャグラーがかなりの台数、ホールの割合を占めていて、まあ、どう考えてもあからさまに振り切って強いんで、まあ、全然この台まだまだレギュラーに関しては強いですし、可能性あるんじゃないかなと思える状況なので、ちょっと判別しながらね、打っていきたいと思います。まあ、ジャグラーの設定の入れ方傾向としては、まあ、オーソドックスなシンプルな上げっていうのも見られますし、前日以来5、6の数値している台が今日もいいという台もあるので、まあ、両方あるんじゃないかなと。でこの台が前日ビッグ19のレギュラー24で、レギュラーに関しては5、6より強い台なんで、まあ、もしかしたら、まあ、打ち替えかそのまま据え置きかどうかは分からないですけども、まあ、こう設定据え置いてるという可能性も十分考えられるんじゃないかなと思いますね、この台に関しては。
4対4。まだ広角にはいますね。いやー少ない。これ今 25% 受かってから全然ちょっと違う感じだったかもしれないです。厳しそう。277ゲーム983枚の獲得で勝利です。ありがとうございます。まずこの台に関してはちょっと判別っていうのは全然できてない状況で、今高額だったりを見ますけど、 BC を1回当てて今の状況、島が全体強いっていう感じはもうなくなってるので、西1回当てて、まあ、状況を見てちょっと次の台を探そうかなとちょっと考えてます。133ゲームチャンスリプレイ。お、あずい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 。138ゲーム発展、これはあずいですね。139ゲーム BC。ピカピカ、ピカもいいよ。うわ、あ、三日月ですね。ちょっとこの降格かどうかを確認して、この台はやめたいと思います。とこの台は25ゲームでやめるんですが、もう実戦時間残りわずかというところで、もう A タイプオンリーでですね、もういい台狙えそうな台をちょっと今からの時間ちょっとしかないですけど探していこうかなと思います。この花火なんですけど、ガッツさんが2700ゲームで140ちょっと143でちょっとわからないんですけど、これでいいかどうかは、まあ A タイプで結構ですね打たれてる方、花火、まあ、あとは出玉感持ち帰ってるお客さんも多いんですけど、 A タイプ強いんで、最後ちょっとこの判別ができるかどうか分かんないですけど、この花火で最後ちょっと締めようかなと思います。ああ、びっくりした。331ゲーム隣も光った。331ゲームギリギリ持ちコインで単独のビッグボーナスです。隣もビッグボーナスです。さあジャグレンをお見せしましょう。今花火が、まあ、よくわからんけど、はい、ガッサン言いたい空いたから、はいはい、終わって移動するんですけど、あ、もう絆やめるんですか。絆はね、まあ、あともう時間もないから、はいはいはい、まあ、BC6 回の台もあったんだけど、 BC6?、うん、やるでしょ。BC6 やるでしょ。俺やろうかな。やる、どう。でもジャグル島が強いじゃん。じゃめっちゃ強いんすよ。で花火も強いんすよ、うん、めっちゃ強いんすよ。だからその番組的にね、番組的にこの番組って次回の見どころみたいなの出るじゃないですか。そう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 、あれね、僕このままジャグラー打ってたらジャグラーなるんすよ。だから
ちょ、売っていいですか、空いてる、まだ、俺が取ってある、あと、一応取ってあるんすか、取ってある、どうする、ちょ、見に、ちょ、作戦、作戦会議、作戦会議、1時間しかないよ、あと、いい、ほいで、BC6 回で会って あるんだけど、うちらって期待値を求める仕事じゃないじゃないですか、今日って、まあ、ね、ホールを攻略するそうそうそうっていうことやからね、そうで、だから俺あっちより優先して花火やろうかなと思ったんですよ。ああ、なるほど、ね、太郎さんはお金をメインに動くの、おい、どうすんの、その言い方なんやねん、その言い方なんや、いや、でも うちらすごい気になってる、俺も、いや、普通やったら、普通やったらもちろん打ちますよ、打つよ、うん、打つべきだしね、でこれ済ませたら終わるんですよ、多分、でも次回の予告ってなった時、小太郎さんは多分ジャグを打ってるかになるよね、これ打ってるかなるんよ、どうしよう、ジャグがもう強いのはもう伝わるから、やるんだったらやってもいいよ、全然、どうする、やろうやるんかい、やろうやろうやるんかい、だってロックスルーの台って2000円以上軽くあって、ジャグラーと1時間回しても6やったとしても、まあ、1500円2000円ぐらいなんで一緒なんですよ、もうジャグラーは強い、全然入ってる、だから僕はこれを打つ、打ちます、なんか訴えかけとるわ、まあ今孝太郎さんと最後の作戦会議ってやつですかしまして、まあもうジャグラーが強いのはもう多分エンディングだったりとか最後見回る時点でもう分かってくれると思うんで、っていうことを多分考えて小太郎さんは多分言ったと思うんですけど、でも半分ぐらいですかね、このアイムジャグラーに至っては半分近くが、まあガスさんがいい台が多いと今の時間では、で花火に関しましては見た目的には分かんないですけど、まあいい台が多いんじゃないかなと、なのでこのあと1時間ぐらいでどうすることもできないんですけど、その外れが出るとか見せれないですけど、やっぱいいところをね、いい台のいい島をやっぱ打つことが大事だと思うんで、僕は、まあ、最近僕こちらのホールさんがサンダーないんですよ、なのでちょっとね花火は最近結構もうずっと打ってたんで、最近花火中毒じゃなく、サンダー中毒、サンダー大好きなんですけど、あれは本当に設定に準じてこう出てくるので、出玉が結構使いづらいというか、ホールさんもこの台に関しては結構本当に判別が難しいの、おお、これビッグっしょ、滑ってなかったらビッカグ、ビッカグって滑ってなかったなんて見てないんですけど、多分ビッグ、こうちゃんやったよ、37ゲームビッグボーナス、これビッグで4回、なんでね偶数の可能性が高いというところですね、まあ偶数だったらもう打ってるだけでもう期待値あるんでね、期待値あるっていうかもう安いですけど、打ってられるって言った方がいいですかね、ここで爆練しないですかね、大花火の曲聞きたいっすよ、お、あれ、あら、外してみましょうか、でもこれレギュラーの可能性もあるんですよ、終わらせないでよ、お、てか3枚掛けしてたんだ、で揃うっていうね、そりゃそうだ、
なあ、大花聞かせろよ。いやでも出玉植えましたんで、オッケーオッケーオッケー。よしよし、大体403枚、でかいでかい。ちょっとこの花火ゲームかの方の外れ見れなかったんでね、ちょっとあれでしたけど、陸中に関しては4回落ちたんで偶数の可能性が高いと。おっ、おっ、怖いよ怖いんだって。ああ、いや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 、おー、よかった、危ねえ。224ゲームビッグボーナス。いやこれで偶数か奇数か大体わかるでしょう。まあビッグ2回じゃわかんないですけど。4回なんでビッグ2回で8回、かなり偶数寄りですね、もうこの時点で。305枚の獲得で終了。では、実践時間の来てしまったので、今からですね、幸太郎さんとホールの状況を見ながら確認していきたいと思います。では BC 間ロックスルーの絆打っていきます。改めて思ったんですけど、そう、検証するホールさんがどこに力を入れているか、どういう設定配分にしてるかっていうのを検証する、まあ、番組なんですけど、もうジャグラーに関してはあからさまに強いんですよ。5、6が間違いなく入ってる。で、絆に関しては、まあ、最初ちょっと前代系かなとかの疑いもあって、今は角がぶっちぎって強くいい挙動してて、まあ、なおかつ手玉もかなりついてきてると。まあ、仮に全体経過とか分かんないですけど、そうじゃなくして2分の1とか3分の1とかの可能性もあるわけですよ。なんでこれ今ロックスルーしてますけど、もしかしたら死ごろの可能性も全然あるので、もしかしたら確定が出るかもしれない。なんで検証も兼ねてるんで、囲碁の BC は玄之介一択で、おぼろ選ばずに玄之介一択でいきたいと思います。本当出るかもしれないんでね、死後の確定が。でもしこれ出た日にはですよ、絆も狙える、ジャグラーも狙えるってなったら、朝一ハイスペック狙ってダメやったら、その後のリカバリーとしてジャグラーの高設定が打てるかもしれない。こんなね、いい状況のホールさんはなかなかないので、しっかり見ていきましょう。184ゲーム、まあまだ降格にいたと思うんで、降格中のチャンスリプレー積もってくれ。はい、188ゲーム8点、ここで強地に当たりましたね。赤い色で LED、 青色と。行きましたね。都合8回目の BC からバジリスクタイム確定です。総投資が37本まで
膨れ上がりましたけども、まあ、残念ながら言っていた四五郎格は出せませんでしたけど、ただ、まあ、朝からちょいちょい見てるんですけど、バジリスク赤頭多い気するんですよね。今打ってる限りで隣の台も赤同色とか結構赤に寄ってる気がするんで、まあ、ベースが偶数なのかもしれないですけどね。四つベルケズにテンセントの継続バトル、赤文字チャンスアップです。あ、もうこれ2連続は大丈夫です。これで負けたら練りちゃぎですよ。よし、2セット目です。継続バトルちょっと厳しいかもしれないです。健之助頑張れ。うわ、最後のバジスクタイムは166ゲーム522枚の獲得でした。はい、まあ、バジスク絆 AT 終了したところなんですけども、まあ、ちょうど時間が来てしまったということなのでここで実戦終了して出玉流したいと思います。回収592枚でした。状況。じゃあまずバジと花火見ていきますか。花火見に行きます。今日バジ、まあ、ここ入ってきてすぐじゃないですか、北斗あえて外されてバジやったんちゃいます。そう、多分ね、今日、まだ北斗とも見に行ってないですけど、この門っ子、まあ、安田さんって結局門っ子ちょっと強いじゃないですか。では絆がもう門っ子当たりなんじゃないかなと。今また旗当たりいてるし、この台もう別格なんですよ朝から。ああなるほどね。だから北斗が真ん中やもん。あ、今日昨日初当たり20回ぐらいついてるやつが、うん、今十何回でぶっちぎってるから、多分あえてやられたんちゃうかなっていう感じ。あ、かもね、うん、やっぱ絆が門っ子は今日は強いと、まあ、これはもう間違いないでしょうね。でまあ、花火は強いか、まあまあ、強いね。炎とかも流しましたけど、まあ、出玉感も、まあ、持ち帰ってる人もいますけど、出玉感の確率これ116分の1やしね、うん、これ118か、かなりいいよね。まだ回ってないんですけどね。で143、僕の台も140分の1だから、まあ、それがいいか分かんないですけど、僕の台はかなり偶数挙動だったから、まあ、仙台かどうかは分からんけど、2分の1とかであるかもしれない、あったんかもしれへんね、うん、まあ、朝一の回り方もちょっとおかしかったから、花火、まあ、今日増大されてるしね、多分特にやと思う、うん、だから花火もまあ今日は強かったんじゃないかなと。あ、まあ出てますからね A タイプで。でもまあこのコーナーがもう別格すぎる。もうね、まあ、ジャグラーコーナーがいかついんですよ、うん、本当に。まあここも134、123、111、96、これビッグ10、レギュラー22よ、もう完璧よ。こんなんもう期待値の塊でしょ、こんなもん。だってこれまだこうやって147分の1、132分の1で捨てられてるんですよ。そう、全然打てるからね。そう、全然可能性ある、この状況を感じたら。ああ、まだ全体的にもう上のアイムジャグラーに関してはもう間違いないコーナー、間違いない。今日マイジャグ3が入ってるでしょ、6台かなんか、それがめっちゃ良かったんですよ、普通に40、これ101分の1、108分の8、こんなもろでしょう。あれで、いまだに子役カウンター使って打たれてるってことは、ブドウも悪くないんじゃないかなと。あららら、強えよ、これ。あ、で、普通にガールも86、86、これはもうぶっ飛びまくってる。ビッグ20の9で97分の1、これだってもう合算がいいわけだから、うん、
何うちらプロバラでしょ。そうよ。じゃあでも早い段階で気づいたのは気づいたでしょ。気づいてた、気づいてた、気づいてたやろ。気づいてた。やっぱり分かんないですもんね、うちらもね。そうそうそう、初めてのお店なんだから。だ多分特に今日本で増大してるじゃないですか、 A タイプを。確かに確かに。だそれも大きいかもしれない。それで A タイプを見せていくっていう感じやったんかも分かんないですし、うん、ねえ、自分たちは伝える側ですもんね。そうです。普通に来たい、このホール。ね、こんだけ A タイプ入ってんねやったら、どうだよ、普通に来たいよ。しかもカチカチしたいよ俺だって。レギュラー振り切ってるだ、空いてるっていう ねなんでまあ今日に至っては、まあ、最後エンディングで締めますけど、うん、当たり順はもう間違いなくジャグラーコーナーだったと。ジャグラーです。まあそんな感じですかね。はい、結果発表。実践終了しました。お疲れ様です。お疲れ様です。まず、結果からなんですけど、はい、じゃあ僕の方からいきましょうか。投資が1750枚。お4人ぐらいね、ゆきちさん流れていきましたね。行ったね。行きましたね。回収が592枚。おお、あのね、まあ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 、絆の6スルーね。6スルーあれでちょっと出てくれました。いや、よかったです、よかったです。まあよかった、うん、結果オーライですね。はい、リノさんは、僕の方が投資の方が950枚、回収の方が1329枚で、3枚数のがプラス379枚となりました。プラス、さすが。さすがっすね。さすがっす。まあ今日僕あの数台何機しか打ったんですけど、はい、その予想設定として、うん、まず北斗友から、はいはいはい、下なんじゃないかなと。下、うん、で、絆、うん、こちらの方はちょっと偶数っぽかったんですけど、状況的にですよ、やっぱり単品で強い台があったので、うん、下で。絆結構偶数挙動の台多かった気はするんすよね。そうなんですよね。やっぱり入りやすい台だったりとか色とかもそうだったんですけど、うん、なのでまあ、まあ、遊べる感じだったのかなとはちょっと感じました。かもしれないですね。はい、小太郎さんは。僕打った、うん、まあ、朝一刑事なんですけどね、えバグ出しされてたね。めっちゃ出てるんですよ。5000枚ぐらい出てたでしょあれ。ただ一撃なんで。確かにね、設定はあったかどうかわからな い僕の予想設定としては分かる。じゃあ設定も何もわからないですけど、あんだけやったら上か下かはね、ちょっとリスク回避のためにやめましたけど、はい、まあ下やったんじゃないかなっていう予想。でも出てるんでわかんないです、うん、で時刻少女に関しては、うん、まあ下かなと。さすがにね、全然もう当たりも初当たりも引けなかったんで、ね、はい、っていう感じですかね。はい、はい、まあ、朝から僕、まあ、今までの傾向、安田さん系列の傾向として、うん、まあ、角っこ、そして今のメイン機種のトモと行かせてもらったんですけど、はい、今日に至ってはまあ門っちょそうです、ね、とトモに関しては全体的にはそこまで強くなく、うん、でも入ってはいたので、まあ、トモ入ってるのは入ってました。ただ真ん中ら辺のちょっと難しいようなところに、そうですね、ちょっと狙えなさそうな部分だったので、はい、ちょっとすいません、積もれなくて申し訳ないです。まあ、絆の角にはでもしっかりと入ってたんでね。角にはもうあれ別格だったんですよ。はい、まず僕が絆を見たのは左1と左2がかなり強くて最初、うん、でそのまま左にも今は流しちゃってるのでわからないですけど、もしかしたら数台入ってたかもしれないです。それでも角に関してはもう別格、うん、なるほど、もう間違いないんじゃないかなっていう挙動でした。あとはね、はい、もう何度も言うてますけど、もう何も言わなくていいんじゃないですか。もう逆にお祭りでした。うん、もうあれがあれが55が、はい、55がお祭りでした。もうこれだけはもうねえ、はい、間違いない。なんで見てもエディング前にも撮ったじゃないですか、小太郎さんとホール見回りましたけど、はい、もうアイムジャグラーしかり、ハイスペックのマイジャグラーしかり、ガールしかり、ガールも入ってた、ゴーゴーしかり、全部じゃねえかっつって全部全部よ全部よ。本当に2分の1は言い過ぎかもしれないですけど、いや2分の1でいいんじゃないですか。2分の1でええかな、不発も多分あるやろうし、ね、そうそうそう、挙動出ない台もあるだろうし、ね、って考えたら、うん、良すぎなんでね。で僕1個思ったんですけど、はい、その設定、まあジャグラーが強いのは分かりました、はい、他の機種にもまあ入ってます、はい、で傾向、うん、どういうところに設定入れてるのかなっていうのを見ていったんですけど、はいはいはい、シンプルな上げ狙いにも入ってるんですよ。前日回数ついてなくへこんでる台、うん、だけでなく、その前日回数ついてて、うん、いかにも高設定挙動やろっていう台にも入ってたんですよ、ね、だからそれが据え置きの高設定っていう可能性も十分に考えられるんで、うん、まあ、中途半端な台に行くよりはどっちか、うん、
そうですね、狙っていく方が。トモもそうだったじゃないですか、うん、そうなんですよ。前日めちゃくちゃついてる台が今日もかなり回数ついてましたので、はい、そうなんですよ。狙い方的には、ね、初見ではああいうのちょっと行きにくいっていうのはあるんですけど、うん、まあ大体分かってきたんで。そうですね。なんでまあジャグラーしかりその AT なども狙う際は、うん、そうですね、上げ狙いおは強気狙い、強気の構成って狙い、いいんじゃないかなと、うん、高太郎氏から。僕はそう思います。勝率ナンバーワンの男高太郎氏から。それ言うの。それ別にいらんやん。あ、いらん、今いらんやん。いらんね。なんで、はい、安田大山北口5号店さんをぜひ来る際は、うん、メインとしては A タイプが狙いどころがいっぱいあるんじゃないかな、プラスアルファ。ね、共にも、うん、そして、少数の機種にも多数ではないですけどちゃんと入ってましたんで。だからね、最初 AT 機で割の高いの狙いに行って、うん、その後でもジャグラーいけると思うんで、そうそうそう、こんだけ使ってたらさっきめっちゃ空いてたんでね、はい、うん、いい台空いてるんで、うん、そういう狙い方で、ね、はい、安田さん、大山北口5号店さん来た際は、はい、そういった立ち回りで勝てると思います。はい、なんでこれを参考に立ち回ってみてください。よし、収録告知。次回の収録は12月7日、モロゲンさんと黒バラ軍団のたくさんが安田前橋店を攻略いたします。はい、安田ホームページでも番組情報やスケジュールを確認することができるので、ぜひご覧ください。次回予告。よ、え、初めて見た。次もまた見てくれよな。